はい、大宮健保。はい。はい、今日大宮健保です。そうですね。本日も大宮健保です。はい。大好評企画。対戦相手を直しちゃおうのコーナーです。はい。はい、今日は相手は、はい、ブーンさんですよね。はい。ブーンさん。ビクトリアリーグ1部、はい、2部ですか、はい、2部、初戦でしたけど、はい、4対2で敗れてしまいました、はい、まあ、負けた相手におめでとうの気持ちを込めてやりましょう、はいはい、上指埼玉の、大里くんが今日もやれますんで、はい、私と神谷は横で今日もチャチャを入れながらお送りしたいと思います、はいはい、それでは行きましょう。お願いします。はい、一人目マー君です。マー君です、はい、マー君、ブーンのマー君です。マー君、よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします、はい、なんか今症状とか。症状は、はい、やっぱ投げるときに前が痛くなる。前、はい、もう多分後ろがすごい硬くなっちゃう。うん、あ、その通り、はいはい、だと思う、はいはい、ストレッチはやってるんですけど、もう多分バッと感じだと思います。投げ方うんぬんの前にローテーターをしっかり緩めてあげて、はい、緩んだら痛くないのかどうかっていうのをちょっと実感してもらって、はい、まあ、今ちょっと施術して、はい、痛みがこうなんかちょっと軽減したら、まあ、硬さが原因よりも大半を占める。もちろん投げ方とか細かいのあるんですけどね、それはちょっとやっぱ教えられないです。今後も当たると思う。ある程度痛めたままで、痛めたままで今後を過ごしてもらうみたいな。はい、企画の意味ない。はい。全くない。はい、またとりあえずやってもらいましょうか。はい。はい、じゃあお願いします。お願いします。はい、お願いします。痛くなるのどこの辺ですか。この前ですかね。前。基本的には投げると前が痛い。あとは後ろ、後ろ、後ろ、そこ、ここです。はい。あ、OK です。わかりました。楽しそう。マー君の肩ついてるのかいいですか。はい、はい、でもこれ時点でいったら今痛い。大丈夫、ちょっと力が。あー、これ痛い。あー、痛い。これ前、いや、後ろ、後ろ、後ろ、ここがめちゃめちゃ硬いです。ここですよ、そこです。やっていきます。硬そう。あ、でもなんかそんな痛くないですか。あ、今大丈夫です。お、これは向いてる。向いてる。向いてますね。あ、めっちゃ痛い。ここピンポイントでめちゃくちゃ痛い。その極下筋の硬さが痛みの原因でもある。それです。これ多分か肩治りますね、これ。治ります。うん、ああ、めっちゃ痛いです。ああ、痛い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 。めちゃめちゃ痛いです。いや、肩は結構でも奥の方が表面はそんな。硬さですか。うん、多分まあこっちだと思います。結果これですね。痛いですね。うん、力抜くの上手ですね。あ、そうです。うん。普段なんかこう体鍛えたりしてるんですか。ジム行ったりとか。あ、ジム行ってやつ家でまあできる。はい、トレーニングだけぐらいですかね。近づいて今施術してる大里くん、上指埼玉っていう、はい、大宮市役所の目の前のビルで治療院をやってるんですよ、うん、はい、なのでなんか野球の会とか肩痛くなったら、はい、プラッと行くと草野球選手は、はい、4,400円で受けます。あ、マジっすか。はい、店舗そっちいるんで。あ、本当ですか。そうですね。本
は多分1万1000円そうですだけど草野球の人は金土だっけ金土日金土日は4400円だけど、はい、あ、本当ですか、はい、ちょっと行きたいローテーターカフは固まってるけどもともと肩甲骨の動きは柔らかいから一回痛んじゃうと、はい、取れづらいっていうのはあるかもしれないですね。ほんと局所的に固まってるっていう。あ、はい、これ反対の手で、まあ、ここ手首持ってくる。あ、OK です。そこも穴開くぐらい入れちゃってください。だいたいこう初めて受ける方みんな痛いって言うんですけど、はい、そこも大丈夫そうですね。あ、後ろのが痛かったです。あ、お父さんの時後ろマジか。で、シャドウしてもらって。軽い。痛みどうですか？痛みは、いや、今はない。今はない、はい、じゃあちょっとした、はい、アドバイスを。ここから振り出すときに、ここの辺が今支点になってますよね、はい、言うとき。そうです。ここを支点に振るじゃないですか。はい。それがそもそも、はっきり言うと、間違いです。肩甲骨を動かすためにここに前屈筋って筋肉があるんです、はい、ここを最初にギュッて出すきっかけ作ってあげると、もっと肩痛くなく振れるはずです。ここでグッて出す。あ、そうです。ちゃんと振ってみてください。おお、そうです。そうです。で、今まで力入れてたこの辺の力をもう完全抜いて、トップ作ったとこから、この肩甲骨の下の部分、ここを前にグッて出す感じで、強く振ってみてください。そうです。あ、そうです。はい。今ってやっぱここからグッて出てるじゃないですか。はい。だけど最初ってやっぱここが支点になってるんで、ここからグッて出てた。それを変えるだけで、はい、痛みは半減以下になる。半減以下、はい、おそらく、はい、だから投げた後にこの肩の横とかが半端になるじゃないですか、はい、なりますね。そうなるってことはまだここを使って投げてるから、はい、ここを使ってしっかり投げるようになると、うん、そんなこう張らなくなるんで、それができてくると多分普通に投げれる。はい、はい、ありがとうございます。はい、いいあ、教えちゃったな。いいこと言いました。はい、ありがとうございます。はい、それちょっと意識してやってる。はい、もちろんボールを投げれば、はい、どんないい投げ方してても固まるんで、固まったもののケアに関しては、まあ、セルフケアもちろんやりながらたまに大宮に来てもらう。いや、もうこれからお世話になります。はい、はい、じゃあ今日は一人目マー君でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あれですね。はい、施術を受けて、YouTube 視聴者さんに乳首を見せてくれた方に限って、紙指シールをプレゼントします。これ会社のパソコンに貼ってください。ありがとうございます。じゃあ、いただきます。はい。ありがとうございます。これ電波めっちゃ拾うようになる。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、これ仕事をはかどると思います。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。